次ワダルが出てくるかしら。ミトちゃんのレベルが上がってくれまして、コルバットが出てくる。ここは変えようかな。シアンくんが安心かな。食べ残し持ってくれているのもあるしね、ちょっとまた翼で撃つとか来てしまうのも怖いところだし、毒ならないもんねと思ったので、シアンくんに変えっこしていきまして、ここはバブル光線とかで戦っていくのがいいんじゃないかなと思うんだけれども、どうかしら。逆に今度はこちらが毒が危ない状態になってしまいましたが、なんとか大丈夫そう。バブル光線どこまで削れる。もう一回ではちょっと落ちそうにないぐらいだね。どうかしらどうかしら。もう一度バブル光線、ハイドロポンプだったら確実にね倒せるかもって思うけれども、命中率が不安なのでバブル光線でいきたいと思います。だそんなにそんなにまだね控えの子たちがいるからいいかなと思ってしまいますが、食べ残しでちょっとずつ回復していきましょう。もう一度バブル光線でなんとか買っていけそうと思ったのに傷薬を使われてしまいました。これだったらあと1回ではなかなか倒しきれなさそうだね。もう1回この今バブル光線打ったのと、もう1回バブル光線していきましょう。まあそんなにね、あの食べ残しもあるし、向こうからの攻撃で倒れる感じではないかなとか思っておりますが、あ、いい傷薬連続で使った。なんかこうそんな連続で回復するの珍しい気がする、ね、こうあの相手というかこうトレーナーとしてというかね気がしますか。まあでもねまだあの PP にもまだ余裕があるのでバブル光線で勝たせていただきましょう。もう一回これでさすがに倒せるはず。ああエアカッター来ちゃった、エアカッター来ちゃったけどね、あの解放しててよかったかもしれないね。バブル光線で倒します。よしよしよし、よかったよかった。そしてそして赤木さんは最後のポケモンになるはずなのですが、誰が出てくるかな。あ、シアン君レベル上がっちゃった。あとで進化キャンセルしなきゃいけないのはちょっと心苦しいですが、食べ残しで回復しておきましょう。そしてそしてニューラが出てくる。ニューラどうしようかな。このまま戦う方がいいかもしれないね。最後のポケモンかとおっしゃっております。ちょっとこう氷タイプが入ってるからさ、ミートちゃん回復しちゃうとちょっとね不安だよねと思って、このバブル光線がいいかな。爪研いでるちょっとこれ前から見たいね、この爪研いでるお顔が見たかったな。攻撃と命中率が上がってしまいましたが、次は何かちょっとあれかな、攻撃力強めのが来るかなと不安に思いつつ、食べ残しで回復していきましょう。そしてそして何が来る何が来る、相手の方が早いような気がする。メタルクローが来てしまいますが、あ、でもそんなに効果今一つだしね、あのダメージにはならなかったので、このままバブル光線で勝っていけるんじゃないかしら。あ、なんか食べた、なんだろう、お盆の実かな、何食べたんだろう、お盆の実、お盆の実お盆かおでんかって言おうとしたらお盆でした。そしてそしてこちらも食べ残しで回復しまして、なるほど、このままでは私が負けるかもなーと、こう極めて冷静な感じのこう表情一つ変えないっていうかな、であのお話ししてくれましたが、でもさすがにここは勝っていけるのではないでしょうか。バブル光線いけー、あ、よし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 、よかった、勝っていけました。そんなにバトル辛くないね。あ、そしてそしてルージュくんもレベルが上がってくれました。銀河団のボスの赤木さんと勝負に勝ちました。面白い、そして興味深いと言われましたが、お話をする前にシアンくんの進化をキャンセルしてあげましょう。さてお話、なるほど強い、そしてその力の源はポケモンへの優しさというわけだ。もったいない、そんなものはまやかしだ。見えないものは揺らぎ消えてしまうものなのだ。死んでしまえばなくなるものだ。だから私は全ての感情を殺した。まあいい、君とは分かり合えないだろう。ただ一人で来た君のその強さと勇気を認め、これを進呈しようと言われてマスターボールを手に入れました。そのマスターボールはどんなポケモンでも捕まえる究極のモンスターボール。だがこの私には必要ない。君たちトレーナーのようにポケモンをパートナーとはしない。他の銀河団のようにポケモンを道具にもしない。私はポケモンの力を私自身の力とすると言って去っていってしまいます。
湖のポケモンたちを助けるならこの先のワープパネルになるがいい。では私は天眼山に向かおう。そう、君と初めて出会った場所、そこから頂上に登り全てを終わらせる、いや全てを始めよう。このお話はね、こう子供の時に聞くのと大人になってから聞くのでちょっとこう感想が変わってくるよね。なんかこうそんなわけないじゃんっていう子供の頃のストレートな気持ちとはちょっと変わってる気がする。こう大人になったら一理あるんじゃないかなっていうふうに思えなくもない。そして、この人お話知ってみようか。バトルではなさそうだけどな。銀河団を手伝っていたが今回の実験は、あ、そこまでしかお話ししてくれないんだよね。これは何だろう、何が起こっているんだろう。ちょっとポケモンの卵みたいにも見えるけどちょっと様子が違う。進んでいけよということでいいんだよね。この人ともお話ししておきましょう。さすがに何も言えない。それに作り出されたあれ一体何に使うのかしらとのことですが、もうここにしか進めないので行ってみましょう。ん、ここでユクシーとかアグノムとかがいるんだけど、あなたは？ユクシーたちちょっとお話ししてみたいな。ユクシーが閉じ込められている。瞳を閉じて苦しそう。はみんな一緒かな。あなたお話まずしましょう。お前ポケモンを助けるためにわざわざここまで？いつものことながらボスの考えはわからない。なぜこんな子供を自由にさせておくのか。私たち銀河団は必要なものを独占し、いらないものは捨てるだけ。まあいい、せっかく来てくれたんだ。銀河団なりのもてなしをしよう。それに湖でやられたそのリベンジもあると言われてバトルになってしまいました。え、なんかこう不思議な感じ。ボスと戦った後にまだバトルがあるんだと、ちょっと今ドキドキしてしまっておりますが、まだね、結構そのみんなの体力としては大丈夫なので、このまま戦っていけると思うんだけれども、タイプ相性的にあまり良くないけれども、どうかな。でもさっきよりはちょっとレベルが低いかな。さっき40とかだったもんね、レベル。なのでこのままいけるところまで戦っていきたいなと思います。雨乞いが来るということは水タイプの技を打つということなのかしら、それとも雷を打つということなのかしら、またまたまた違う子を出すということなのかしら、ちょっと気になるけれども、こちらは毒針で戦っていきましょう。あ、毒浴びてくれた、よかったよかった。そして最後キネシスが来る。不思議な感じ。雨乞い何だったんだろう。効果は抜群だけれども、なんとか耐えてくれました。そしてこちらはギガドレインにしてちょっとでも回復させてあげたいなと思います。あ、でもあれ何？光合成とかだったらこうちょっとこう回復力が減ってしまう感じに雨のせいでされてしまったというのはあるかなとか思いつつ、リュンヘラは倒していけました。次は誰が出てくるでしょうか？ドーミラーが出てくる。ドーミラーは、シアン君にお願いしましょう。困った時はどうしてもエースのシアン君を頼りたくなってしまいますが、あ、どうかな、レベルがどうかな、相手の38、あ、こっちも38、まあ大丈夫かな。バブル光線で戦っていきましょう。バブル光線の PP まだ大丈夫だと思うのですが、一回では倒しきれないよね。怪しい光が出てしまいました。混乱に陥れられてしまいますが、大丈夫かしら、シアン君。このままバブル光線で行きたいなと思うんだけれども、どうかな、当たってくれるかな。相手もあれかな、いい傷薬とかそういう回復しつつ戦うかしら、あれはボスだけかしらと不安に思いつつ、自分で自分を攻撃してしまった。ごめんよ。しっぺ返しが来てしまう。大丈夫。結構レベルが高いからそんな不安ではないんだけれども、押し切られる可能性もゼロじゃないからな。怪しい光に連打されてしまうとね、厳しいものがあるのですが、よかったよかった、バブル光線が出てくれました。そしてドーミラーを倒していけたのですが、最後は誰が出てくるかな。2戦目なのにさ、もう前何誰が出てきたからっていうのは完全に忘れてしまっております。ドクロックが出てくる。入れ替えようかね。
ガンバヌラ君に変えっこして飛行タイプのエアカッターで戦っていった方がいい気がするな。ドリルくちばし、シアン君のドリルくちばしでもよかったんだけど、混乱はしてるはしているので変えっこしてみました。どうかしら、エアカッターの効果抜群で勝っていけると嬉しいんだけれども、あんまりだった。効果抜群ではあるんだけれども、もうあと1回2回2回はしなきゃいけないかなというところ。泥棒されてしまって貝殻の鈴を取られてしまったので、相手がこうちょっとずつ貝殻の鈴で乾燥肌を見て乾燥って言っちゃった、回復していくことになってしまいました。そして最初に雨乞いを、ね、ユンゲラーがしたのが今ここで聞いてきましたね。乾燥肌なのでちょっとずつ回復してしまうので、相手をこう2段階で回復するって言ったらいいのかな。貝殻の鈴、私の貝殻の鈴と雨乞いの雨で、ね、回復してしまうとか言っていたら雨が上がりました。まあでも大丈夫だよね、レベル差もあるし。よしよかったよかった、買っていけました。貝殻の鈴返してね。レベル差もあるしって言ったけど、カン君はそこまでまだレベルが高くなかったんだね。ありがとう、頑張ってくれました。強い、だが哀れだなと言われてしまいました。その真意は、何？く、なぜお前はそんなに強い？まあいい、この3匹はお前が好きにしろ。このマシンのボタンを押せば自由にしてやれると言って、あ、ちょっと離れるだけなんだね。見てる感じなのかな。早くボタンを押して助けてやれ、そのために来たのだろうと言われたので、なんかこう押したらさ、この3人が助かる代わりに何か起きそうで嫌だけれども、助けないわけにはいかない、押しましょう。ボタンを押してポケモンたちを助けますか。はい、ポケモンたちを助けてあげた。襲いかかっては来ないと思うね。どこか行ったね。ボスは3匹の体から生み出した結晶で赤い鎖を作り出した。それこそが天眼山で何かをつなぎ止めるために必要なものらしい。もっともボスが天眼山で何をするつもりなのか私も知らないがなーと言ってどこかに行ってしまいましたが、私はというと外に出る方向で考えていいんだよね。で、元、今来た道を戻るしか道はないかなと思いますが、で、さっきの人たちがいなくなってしまっております。で、そして、ここが空いてくれているので、帰ることができそうです。ここはあれかな？最初の入り口のお隣のところだね。に帰ってこれました。ここを出ると何かイベントはあるかしら？ないかしら？今のところなさそうだね。ということは天眼山に向かえということだと思うのですが、その前に一旦みんなを回復させてあげてから天眼山に向かうとしましょう。ではでは天眼山に向かうとしましょう。どっちから行ったらいいとかっていうのが分かっていないんだけれども、頂上ってどこだ、頂上ってどう行ったらいいんだろう。あ、ここなんだね。なんかこう、ここが天眼山だと思ってたんだけれども、こっちにマークがついているので、安賀シティから向かうのがいいのかな？近いかな？どうかな？ちょっと行ってみましょう。間違っていたらまた違う道に行くとしましょう。で、そして、こっち向きに行きたいんだけれども、どこから行くんだったかな？どこから行くんだったかな？あれでもここ下行ったら白帯の森な気がする。上から行ってみようか。なんかこんな街の中なのに迷子になりそう。こっちでいい？こっちでいいんだったっけ？この道来たっけ？忘れてしまったよ。あなたは？フレア広場だよね。あ、ここはあれだよね、みんなと歩いてっていう感じだったはず。一回あれかな、こう町の右側に出ないと上行けないとかだったかしら。ここはフレア広場の道に続いているから、こっちはでも真横には行けないから降りてこっちに走って、合ってる？ちょっと怪しいよ私。ちょっとマップ見ながらじゃないと進めない可能性が出てきてしまいましたが、
ここから上がれるっけ。ちょっとマップ、タウン、あ、間違えた。これじゃなくて、これじゃなくて、タウンマップ見てみましょう。いけないよね、いけないよね。あれ、白帯の森、白帯の森、白帯の森ここだって、え、怪しいぞ、怪しいぞ。もう一回、もう一回戻ってみましょう。さてさて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。